西野カエ門ン15代、西野カエ門1月10日から1967年5月16日は、日本の実業家、政治家。愛称、酒造業、西野カエ門や15代当主、貴族院多額納税者議員。旧名、安太郎。徳島県勝浦郡小松島浦で、合商、西野安太郎の次男として生まれた。1900年、先修学校理財科を卒業。 一年志願兵として入隊し、陸軍二等守刑に進み日露戦争に出征した。兄、十四代海門の死去により、1905年3月27日に、家徳を継承し十五代海門を襲名した。家業の愛称が、外国産の安価の愛の輸入によって、影響を受けたため、化学染料製造を開始した。その他、家業の酒造業、金物商、塩田事業、 タバコ元売り裁きなどを経営した。また、金陵西の商店会長、阿波国共同規選会長、阿波商業銀行東取日本製ア社長、阿波愛同業組合評議員などを務めた。政界では、1938年の貴族院多額、納税者銀補欠選挙で当選して、同年10月31日に就任し、翌1939年に再選され、 研究会に所属して活動し、1940年10月15日まで2期、在任した。文化面では、北定吉などを講師に招いて、小松島講演会を開催し、淡イ遠隔市などを観光し、1940年には、徳島県教育会長に就任した。ありがとうございます。